ヤフーポスです。そして、高橋です。はい、ということでですね、はい、まあもう秋ということでね。はい。はい、まあ秋といえばやっぱり雲海の季節だということで。そうですね、はい。今日はですね、はい、今日の動画何を話すかというと、はい、天気予報から雲海をね、予測する方法をね、皆さんにお伝えしていこうかなと思います。はい、で、まあ僕たちね、まあ、いつもね、協力して写真を撮りに行ってるわけなんですが、うん、基本的にね、あの、雲海、の予報はですね、すべて、たかしくんに任せているんですよ、うん。そうですね、もう。そう、もう彼が、もう、基本的に天気予報を見て予測して、うん、今日は出るぞっていうのでね、まあ、いつも言ってるっていう感じで。うん、まあね。そう。で、まあですね、雲海の予測方法って結構、うん、その、風景初心者の方だったりとか、まあ風景あんまり撮らないっていう方は、うん、結構最初やっぱり難しいと思うんですよ。うん、そうですね、もう。ですよね。はい、僕たちもね。そう、僕たちもね、雲海撮り始めた当初はですね、うん、もう、行って、何も出ず、そのまま帰るっていうね。もう、寝に行ったっていう。そう、わざわざ奈良の山奥まで寝に行ったっていう経験。まあそういうことがね、多かったりしたんですけど、うん、まあ最近はね、雲海撮影ほぼほぼ、まあ外れはないかなっていう感じで。はい、ねえ、もうほとんど、ねえ、外したらだってことないよな、最近な。うん、まあ、ないね、うん、そう、もう 95% くらい。うん、もう当たるっていう感じで、結構雲海予測するのにね、うん、まあ慣れてきたんですよね。そうですね。で、まあ、そんなわけでですね、うん、まあ何か皆さんにね、お役に立つ、まあ、うん、情報というかね、はい、僕たちなりのですけど、うん、雲海予測方法っていうのを皆さんにね、今日はお伝えしていこうかなと思います。はい、はい、ということでね、はい、早速本題に入っていきたいんですけど、はい、まあ、僕たち普段雲海を予測するにあたって使っているアプリっていうのが、はい、まあ、Yahoo 天気っていうね、はい、まあ、いわゆる普通のまあお天気アプリなんですけど、うんうん、まあ普通のその Yahoo 天気っていうね、アプリを使っております。はい、でですね、うん、あの、雲海が出るパターンっていうのが、うん、あの、まあ僕たちの経験上、主に2つ、はい、あると思っていて、はい、でまず一つ目が何ですかね。一つ目はもう快晴ですね。なるほど。シンプルにもう、なるほど、夜から朝までずっと晴れっていう、うん、なるほど、ずっと晴れの状態がまず、はい、一つ、はい、で二つ目のパターンが、二つ目が雨上がりですね、うん、なるほど、はい、雨上がり、雨でね、湿度が上がった状態での雲海、うんうんうん、なるほど、雨上がりでその後は曇りっていうことですか。そうですね、まあ曇りか晴れるかね、まあ曇りか晴れるかどちらかっていうパターン、はい、なるほど、まあ主にその二パターンがはい、あるということで、まあ、今からそのそれぞれのパターンで、まあ、一つずつ、まあ、実際に雲海が出た日の天気予報をね、はい、見ながら、具体的にどう天気アプリを見ればいいのか、っていうことなどを踏まえてね、はい、お話ししていきたいなと思います。はい、じゃあまず最初一つ目のパターンからいきましょう。はい、一つ目のパターンが、まずこんな感じ。ということでね、はい、じゃあ具体的に高橋さん、どういう風に天気をね、見ればいいんでしょうか。はいはい、そうですね。まあ、まずは天気マークをね、見ていただければ。うんうんうん、まあ、この、今回はちょっとね、あの6時ぐらいからちょっと曇りマークがついちゃってるんですけど。うん、確かにそうですね。まあ、まあ基本的にはね、もうひたすら晴れと。うん、ずっとまあ、快晴。はい、快晴ということで、うんうん。で、次に湿度ですね。予測の湿度が。予測の湿度がまあ、一応2時以降に出てるという感じなんです、ね。出てると。それが大体何パーセント今ですか。でもまあ、93、93、95と。なるほど。100ではないんですか。そうです。まあ、100ではないんですよね。うんうん、でも一応7時以降はちょっと入って。7時は100になってるんですけど。なるほど。7時は今100っていう予報が出てると、はい、この日は。まあ基本的にはもう 90% 以上という予報で、うん。そうですね。まず湿度はまあ基本的には 90% 以上が望ましいと。はい。で、続いて何か。続いてはね、風を見ていただければ。なるほど。まあ風速がまあ1メートルとなってて、うん、予報で風速1メートルの時は、大体もう実際はもう 0. 何歩からまあ1ぐらい。で、まあほぼ無風という。なるほど。あんまりじゃあ、風はもうほとんど吹いてないっていう状況。そうですね。はい。もう、雲海に適したね、状況。なるほど、なるほど。はい。基本的には、まあ、天気と湿度。なるほど、なるほど。あと、風を見てくれれば。なるほど、なるほど。はい、天気るので。なるほど。じゃあ、快晴で、まあ、湿度が 90% 以上の予報で、はい、風速もまあ、だいたい1メートルぐらい。はい。だったら、かなり雲海はもう出る確率は高いっていうことですね。そうですね。はい。まあ、その上でさらに気温差があれば、うん、もうほとんど、まあ、出る確率は、まあ、高いんじゃないかと。はい。いうことで、まあ、そういった天気の見方をすれば、はい、まあ、雲海が、まあ、ある程度、まあ、いつ出るかっていうのは予測できるんじゃないかっていうことですね。はい、なるほど、なるほど。まあ、それがまず一パターン目だと。はい。いうことで、じゃあ続いて、まあ、二つ目のパターンの、天気予報を見ていきたいと思います。はい。二つ目の天気予報のパターンがこんな感じでございます。はい。はい。二つ目のパターンの天気予報がこんな感じ。はい。この日もかなり雲海が出たんですよね。はい。そう。で、まあ、
順番に解説していただきたいんですけど、うん、まず1枚目まず1枚目はね、はい、まあまあシンプルにね、なるほど、昼間に雨が降ってると。なるほど、その日の昼間に雨が降ってたということ、はい、もうこの辺結構ねもうがっつりずっと雨が降ってて、うん、もう湿度ももうだいぶ爆上がり、うん、昼間からもう90%以上あったと思うんです、ね、なるほど、はい、でそれが夜になってそれをこうまあ夕方になって止んで、うんうんうん、でこのまあ8時あたりからも湿度がね、うん、90% 以上 で、うんうんうん、で次もう0時からもうずっと100、100、100、100、あもう0時からずっともう予報も100、100、100、100、そうですね、はい、なるほどなるほど、もうそんな予報の日だったということで、はい、まあこういうパターンも結構多いんですよね。そうですね、雨上がりの後って基本的にまあすぐ快晴には確かにならないから、はい、あのそのままぐだぐだ曇りになるっていうパターンが多いと思うんですけど、うん、まあそういうパターンでも雲海が出る日は出るということ で、ね、まあそういう日ってじゃあもうあの出ない日もあると思うんですよ、うん、まあ出ない日の方が断然多い、うん、まあ、断然基本的には多いですね、雨が降ってもそのまま曇り で、ね、雲海なんか基本的には出ない、結構ね風が強く吹くことが多いので、ああなるほどなるほど、風が吹いちゃったねもう全然、ね、なるほど、じゃあ雨から曇りになって雲海が出る時っていうのはどういうパターンなんですかね、うん、どういった天気予報の時なんですかね。そうですね、風がねもうゼロゼロゼロっていうもう結構なるほど異常なぐらい風が少なくて、なるほど、まあそれが一つ目の特徴ですね、はい、もう風がなるほど、まあ1メートル以下、なるほど、まあ一つと、うん、あと湿度がね、うん、100、100、100っていう、なるほど、はい、基本的にはじゃあその2つを見ればいいっていうことですか。そうですね、なるほど、じゃあ、まとめると雨が降って、まあ曇りのパターンでも湿度がもうほとんど 100%、うん、かつ風速がもう1か0っていう風に、まあ、風が弱い日だったら雲海が出る確率っていうのはかなり高いっていうことですか。そうですね、高いですね、なるほど、しかもそういった日って結構雲海が出るんですよね、うん、確かに、そうですね、割ともうあの大雲海になりやすくて、なるほど、結構都市部とかでもね、うん、その霧が出るっていう、ね、そういうパターン、都市部であの雲海が見れるパターンってあんまりないんですけど、うん、まあ、数少ないそのチャンスの時っていうのはこういった天気になってる、うん、そうですね、雨上がりの天気の時見やすい、なるほどなるほど、確かにだって今まで奈良県の若草山とか、うん、なんか神戸で撮った時の雲海だとか、うん、結構都市にできる雲海っていうのは、うん、雨が降った後そのまま曇りでっていうパターン、はい、そうですね、がまあ多かったっていう、うん、まあ確かにそう言われれば確かにそうだね、うんうん、まあまあ雨から曇りのパターンっていうのがまあそんな感じ、はい、なるほど、はい、ということでね、今紹介したこの2つのパターンっていうのが、まあ、僕たちの経験上、うんうん、雲海がまあ出やすいパターンっていうことになるんですけど、まあ、もちろんね、この通りの天気になっているからといって確実にね、うん、まあ、雲海が出るわけではないと思うんですよ。そうですね、まあ、もちろん他にね、はい、まあ、その地形、うん、まあ、それぞれ雲海が出る場所っていろいろ特徴があるじゃないですか、うん、地形、そうですね、はい。そういった影響もあったりだとか、うん、まあ、他にも多分いろいろ影響あると思うんですけど、地形っていうのはやっぱりね、大事なんじゃないかと。そうですね、やっぱりね、場所によって出やすい出にくいっていうのは本当にあるので、うん、こればかりはもう行って実際にね確かめてみるしかない。なるほどなるほど、まあ、具体的に他にまあ雲海を予測する時の、うん、まあ有効な策としてはあのライブカメラを活用するっていうのはね。そうです、それは一つ、はい、あります、ね、うん、結構、うん、僕たちいつも見てますよねライブカメラ、うん、そうですね、まあ、もちろんそれぞれ撮りたい場所にライブカメラが設置されているわけではないと思うんですけど、うん、まあなんていうかその撮影地に近い場所の、うん、そのなんていうの、交通というか道路のライブカメラだとか、そうそうそう、結構いろいろある、ね、そう、結構探せばライブカメラっていろいろ世の中にあるので、うん、そういったね風にね、ライブカメラ、近くのライブカメラを調べてみて、で実際の今の様子を見てから行くっていうのもだいぶ有効な策の一つなんじゃないかなと、思いますと、はい、でまああと大事なのはやっぱりデータの蓄積ですね、うん、そうですね、そう、実際に例えばなんていうか、それぞれ皆さん住んでる場所とかは違うと思うので、うん、まあ、近くに、まあ、雲海のスポットそれぞれあると思うんですけど、うん、まあ、自分で実際にこういった風にね、天気を予測した後に行ってみて、うん、実際にそれ出たか出なかったのかっていうのを、うん、まあ、天気予報をね、その日の天気予報実際どうだったのかっていうのを照らし合わせて、うん、まあ、そのデータっていうのをね、蓄積していくっていうのもね、うん、今後の、その後の、ね、雲海撮影にもだいぶ役に立つんじゃないかなと思います。うん、はい、で僕たちもね、雲海が出た日の、その天気のデータっていうのは全部高志くんがね、保存して管理しているので、はいはい、まあ、だからもう同じとこにね、
行くってなったら、その前出た時のね、はい、情報っていうのを参考にして、うん、あ、似たようなパターンだから今日も出るかもなっていうので、うん、まあ、簡単に、うん、より簡単にね、予測していけるっていうメリットがあるんじゃないかなと思います。はい、まあ、なんか他に、なんか雲海の予測、精度を高める方法ってある？リアルタイムのね、うん、その湿度とかを見るっていうのが、まず一つ、うん。なるほど。今の湿度がどうなってるか。これはまあ、ヤフー天気のアプリでもね、見れる。うん、まあ、湿度は、ちょっと見れる箇所がね、限られてて。うん、なるほど、なるほど。まあ、多くても1個の県で3つぐらいのスポットしか見る。結構、じゃあ、細かい土地っていうよりかは大雑把な、まあ、まあ、大体ここら辺の湿度。まあ、なんか盆地になってるとことかだったら結構ガッツリ湿度が上がるので、うん、そのなんていうかパターンを覚えて、うん、そのあれこのここで今この湿度だったら今結構もう出やすいんじゃないのかなっていうパターンをなんとなくこう、ああなるほどなるほど、まあ、大体その天気ってね、例えば関西だったらもう、ね、どっか晴れてたら他も晴れてるってことが多いので、なるほどなるほど、まあ必ずしも場所が近くなくても、うん、はい、一個のスポットを見れば、うん、なんとなくは分かるのかな。他には、うん、気象庁のサイトで、うん、過去の気象データを検索っていうので過去のね、うん、気象データ全部見れるんですよ。そうなの？はい、調べれば。へぇ、湿度とか、うん、まあ、風とか気温とか、うん、あとは天気もね。あ、そんなに、はい、なるほど。もちろんこれもスポットによってその見れる情報の量は違うんですけどね。うんうん、はい、なるほど。だからその雲海が出た日をこう、まあ、うん、適当に調べて、うんうんうん、でその日を過去の気象データを検索で入れて、湿度がどう上がってるかとか、うんうんうん、昼間どんな天気だったのかねとかね、その日のリアルタイムのね、湿度を照らし合わせると、うん、なるほどなるほど、まあ、かなり高い精度で、なるほどなるほど。じゃあもう結構ね、うん、案外じゃあデータは結構集めやすいっていう、そう、まあまああるのでね、うん、なるほどなるほど。まあ、ぜひ皆さん、データを集める際の、参考にね、していただけたらなと思います。気象庁の、はい、まあ、過去のね、データっていうのを、だいぶ使えるんじゃないかと、はい、いうことで。なるほど。です。なるほど、なるほど。一番精度高いです。なるほど。まあ、確実ですね、はい。確実です。なるほど。まあ、そんな感じかな。はい。はい、ということでですね、はい、今日はこんな感じで、はい、天気予報からの雲海予測方法。っていうテーマでね、お話ししてみたんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか。うん、もうそうですね。あとはまあそれぞれのね、もう地形があるんで、うん、まあ一概にこういう時に絶対出ますっていうのは、ね、そうですね、もう言えないんですけど、やっぱりそれはもうなんていうか、最終的にやっぱ経験っていうのが、だいぶ大事になってくるんじゃないかなと、いうことで、皆さんぜひね、まあできれば今の話をね、うん、まあ参考にしつつ、いろんなところにね、行って、まあ、自分の経験値っていうものをね、うん、高めていただけたらなと思います。もうそれが一番確実ですよね。そうですね。もう何回も行ってね、うん、もうなんとなくパターンを覚えていくっていう。うん、そう、何回も天気予報見てね。そうですね。それが一番近道じゃないのかなっていう、うん、そうですね。はい、ということでですね、本日の動画はこんな感じで終わろうと思います。はい、本日も皆様ご視聴ありがとうございました。はい、少しでも良かったな、参考になったなと思っていただければ、ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。お願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。